い、254日目のドラム練習です。おはようございます。今日12月25日でクリスマスなんですけども、今日も淡々とドラム練習をしていこうと思ってます。実はバズロールが少しできるようになったんですよね。もう結構長い間つまずいてたんですけど、もう本当にちょっとしたことでだいぶ慣れてきました。で、何やったかってことなんですけど、持ち方を、こういう角度からこういう角度に変えただけなんですよ。これだけですごいコントロールができるようになってきて、なんかこの状態だとなんか途中のところがコントロールできなかったんですけど、手をこう返すことでなんかコントロールできるようになってきたんですよね。その他にも手をちょっとこっちにすることで指のコントロールができるようになったことがたくさんあって、人それぞれのスタイルはあると思うんですけど、何かにつまずいた時はこの手の向きっていうのも考えてみてもいいのかもしれませんね。まだまだ下手くそなんですけど、少しできるようになってよかったなと思ってます。で、最近新しい練習メニューが出たんですけど、チェンジアップをするときに、今までは四部をやって2部3連やって8部やって3連やって16部やってで戻っていくっていうのはやってたんですが、そこになんと5連符、6連符、7連符、8連符、9連符っていう風に、8連符はちょっと違うのか、32部なのかな、そんな感じで、細かい音がたくさん追加されたんですね。ちょっと今からそれを練習しようと思います。やっぱむずいですね。特に9連符がもう何やってるのか分かんなくなります。9連符になってるのかすらちょっと自分でよく分かってないんですよね。多分こんな感じのはずみたいな、もっと綺麗にできるようにちょっと頑張っていきたいですね。はい、というわけで254日目のドラム練習でした。もう特に大きな変化点っていうのはないんですけども、少しずつ成長してってるなっていうのは感じてますね。最近レッスン会を連続して放送してたんですけど、年末年始スタジオがやってないので、また自宅練習の地味な様子を連続でお送りすると思います。よろしくお願いします。で、今日も見ていただいてありがとうございました。また明日もよろしくお願いします。